皆さんこんにちは、アイロンです。さあ今回もウルフェンシュタイン2遊んでいきましょう。さあ前回はニューオーニズのゲットにやってきました。でこういうところ、これ隔壁ですね。進撃の巨人状態で向かっていくのはそっち、アメリカンバンクなんですけども、そこにね結構敵がいます。あれ見えるかな、あの巨大なワンちゃん。若干見えにくい、あのゾイドっぽい子と、そこに人間か、強化兵。これどうすっぺ、普通に行く。お、ここ怖いよ。はい、あっ危ね。で次どっち、こっちか。よしと、さあジャッポンして、アイテムあんの。でね、そうそう、この人息継ぎがね非常に短い。息継ぎってあの息が続かない、全然続かない。まず一旦こっちか。これなー、いけるか。63、でそこに1人。あっこれまずいんでね。あ、そこに1人。あっ見つかった。よしと、さあなんか取って、お家の中、危ない。あ、いるわ、普通にいる。あぶねえ、来なさい。これは籠城戦か。あー、ワンちゃんワンちゃん、危ない危ない危ない。火吐くよ。そう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 。あ、これ外、上行こう。あぶねえ、ここなんだ。さあバレてしまってはもう遅い。アサルト、これにして、はい。で手紙、レジスタンス投資のメモ。貴様らに生きたまま捕まってたまるか、邪悪なナチスのクソ野郎ともめ。もし地獄があるなら、お前たちは悪魔に串刺しにされて永遠に破られるだろう。救いようのないクズどもがクソくらえ。で T、 メモは大きな血の染みで汚れている。 T さん、その医者は私が受け継ごう。怖い、うん、来た来た来た来てるよ。はい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 、はい、よし、よいしょ。足もみたいなところ多いな。その子ね、こいつ殺せんの。やったっぽい。いや待ってね、生きてんの。生きてるっぽいこいつな。さあここであれ使おう。そう、カンプピストーレ。はい、どう、普段全然使わない。お、やったっぽい、やったっぽいね。よし、やったぞ。オッケーです。皆さんそういえばね、こういう優れた科学術、これがあったら生活のどんな点を便利にしたいですかね。自分でパッと思いつくとこで、絶対につまらない排水口が欲しい、キッチンの。よし、だからどんな高級マンションとかに住んでる方でも多分掃除してんでしょう。あれ詰まるもんね、排水口ね。で結構詰まるとき、えぐい汚れ方をするもんね。あれ嫌じゃない。よしと、さあ全員やっつけて、次そっち、こっちは。ここにもなんかあるっしょ、見ていこう。しかしね、タワーマンション、高いタワーマンション、本当に1億とか2億とかするとこ、ああいうとこってね、布団干しちゃいけないんですよね、景観を壊すからっつって。とここにコンセプトアート、ゲットではない、多分これから行くんか。で割とパースが適当。さて弾取って、布団干しちゃいけないってもすごいよね、景観を損なうんで。でも持てません、行こうか。そっちとね、このバス、
これなんかあるんじゃない？アーマーか。さあ回復系はもういいね。こっち、こっちもない。で、至る所が燃えている。なんで抵抗したんか。あっぽいね、レジスタンス。さあこっち、そこの奥、待ってね。このうちは、ここに新聞、ニューオーリンズのグレートウォール竣工で、52年にこのグレートウォール、これは正式に創業開始。グレートウォールはアメリカ巡視の一般市民を守る盾、ウイルスの恐怖や悪意を一般市民から遠ざけます。誰もが平和のうちに毎日を過ごすことができる。我々はより良い未来を築くのです。自分たちのため、そして偉大なる帝国のために。よしと、さあこれ取って。あっ、あちゃちゃちゃ、今人がいた、危ない。待ってね。さあ銃持ち替えて。あ、2人、あ、3人。おい、これ無理だよ、見つかるよこんなの。4人。よしと、アーマーいったな。おい、そこ、こっち。よしと、さあ待ってね。アーマーどっかにあったでしょ。どこだ、これか。よしと、バスまで戻るのは面倒いわ。さあ弾取って、これ弾も自動で拾えよ。なんでアーマーだけな。そこなんか譲れないラインってのがあるんだろうな。さあ次、そっち、割と近くてよかった。で、ジャズコンサート、ジャズイングオーケストラ、そこね。そのバス、あ、で死体が浮いてんな、かわいそうに。悲劇は決してなかったことにはできない。だが犯人には必ず報いを受けさせる。あ、処刑してんのか。さあここはフラグ、バケ玉。あ、外れた、普通に外れた。よし、あー、で強キャラ、はい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 、ダメ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 。はい、ザコ、簡単よ。どうやら近道がありそうだな。待ってね、その前にこういうの。よしと、ここそうね、司令官いないんだったらショックハンマー、これいこうか。両手持ち、そうで、マガジン倍になった。あ、でやっぱり1回で3発撃ってますね、だいぶ強い。でさらに弾が反射する。で充電できません、行こうか。ひでな。だ、実際ナチスがやったことってのもっとひどいもんね。映像の世紀でね、そういう回ありましたね。で最後の最後にドイツの国民に解放するんだ、あの見学のためにゲットを。で見なさいっつって。さあこれでどこ、アメリカンバンク、こっちか。ここでニョインとやって、こうか、よいせ。さあここで司令官、まずそっち、こっちの方に一人ちらっ。待ってね、これは怖い。ね、この奥か、上かな、上か下かがマジでわからん。でここに、よし、強化パーツ。さあこれどうしましょう、何に使うか。アサルト単発式、これ微妙じゃない。
指が疲れる。フラグ行くか。これ行こうかね、炸裂。よいしょ。これもしかして全部できんの？炸裂と火炎とパルス。いけんのかな？やってみよう、後で。さあ、まずは司令官。よし。で、早速フラグ取って、トスターカード。はい、マッティランド。で、立ち上がるとバレる。足音で。中腰でいこう。上か。上くんか。そっち。あっ。はい。OK です。あ、左にいた。あー、マジか。いや、今のきついわ。マジか、ワンちゃんね。いや、申し訳ない。いい感じだったのに。誰。おめさか。で、さらに、おめさか。フラグ。破裂するよ。よし、フラグ。フラグで死ね。左。じゃあ右よしと。さあリロって、あ待って、下に、あー、強キャラよ。下からなんかすげえバックホマク来てんの、なんだこいつか。危ねえ。さあ司令官、この近く、どっちだ、こいつか。よいしょ。ここね。向こう側に渡る必要がある。待って、バーっと来てしまった。もしかすると、あのクレーンが使えるか。そっち側に行く。待ってね、その前に探索しよう。結構バーっと来てしまった、本当に。突然のことだった。さあ、アイテム探索。弾取って、よし。今んとここのピストレ、これが特に優秀。だってサプレッサーついてるもんね。とね、下の方、見ておこう。アーマーくだちゃい。ん？ちゃう、拾って、拾った？よし。こう。こう、よいしょ。もういいかな、大丈夫。さて行こうかね。一応こっちも見ておいて、ここにも。まあつってももう大丈夫か。よし、カンプピストレ。ここからはこういけないんだな。よし。さあ、ここで、これどう入んの？上か。よいしょ。さあ、ここでガッチャン。クレーン操作。クレーン起動。これでよし。で、そこに行く。で、ここに新聞。KKK、新政権を支持。KKK はアメリカ遵守の白人を守るため、並びに偉大なる帝国の一部となるため、正式にドイツ軍に加わることに同意した。KKK とドイツ軍。非常にエグい組み合わせ。でね、KKK の残党ってね、今も普通にいるんですね。結構熱心な。で、その集会の開かれる街ってのがあったはず。で、プレートがあるんだ。KKK っていう。ただそれを表向きにしてしまうと、まあ、反発を受けるんで、なんでそのプレートをね、裏向きにして設置したの。なんでパッと見なんでもないただのプレートっていう変なことになってます。
で、クレーンを起動する。はい、うん、もう一回、はい、こうか。ウィリアム、こちらはタワーから移動するわ。機雷は無力化した。ファーガスが前を偵察してる。ナチスとかなり激しく戦ったわ。危ないところだった。ウィリアム、これって普通かわからないけど、妊娠したせいで私少し興奮しちゃってるみたい。やだ、この周波数って全員に聞こえるの？みたいね。ええ、おー、マキソース、よし。で、フラグと、あのカンプピストレ、あれ取ったってことは使うんか。この先なんかボス戦かなんかかな。怖いね。武器変えようか。ショットガン。あ、待って、なんか振動があった今。ガッチャンって。あそこにいるわ。どうしような。ショットガン近距離戦でないと意味がない。持ち込むか、近距離に。こうやって、こうやって、よし、いける。待って、つっかかった。あとはリローディン。お、一瞬で前進だ。これ気持ちいいな。で、ザックフレイ。はい、ザックさん。ただね、正直ね、一瞬すぎるとつまんないよね。サクサクすぎる。適度にピンチになってほしい。これいいか、重火器。行こうかね。で、ここに弾あって。閉じ込められた。吹き飛ばすしかないな。ぶっ飛ばすんか。さあ、こっちは。ここにコンセプターと。どっかのガレージ、この施設かな。これもすごいね、めちゃくちゃ書き込んである。さて、ここでこう、あ、違う、吹き飛ばす。どうすんの。あ、それか。いや、違いますね。フラグ？もしくは、さっきのあれか。カンプピストレ。うん、そっち行ったな。違うの？ちょっと違うっぽいね。これなんだ？どうしたらいい？あ、こっちか。普通にこっから入る。なんだこれ。で、ここね。これフラグかな？よいしょ。銃ではダメ。さあ、この奥行こうか。そう、このゲームね、ボス戦かと思いきや全然そうではない。意外と楽に突破できる。で、なんでもないとこはね、急に難しかったりすんの。まあ、それも愛嬌という感じで。ここどこ？銀行は？どっち？ここも広いな。あ、なんかボス戦っぽいもん。ワンちゃんもしかして。あ、ですね。フラグ。よし。あ、雑魚で来てる。あ、ちゃい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 。あ、ちゃいよ。さあ、これで押し切る。よし。ぶっ殺した。早いな、これ。ショットガン。めちゃくちゃ強い。ただ、弾のなくなり方、これもえぐい。もうない。よし。
さあ、アーマーいっぱい取って、こっちこっちこっち。これも弾がない。あ、そこに、そこにいる、そこにいる。待ってね。よし。で、なんか知んないけど、音がすごいちっちゃくなった。大きくなった。これ何？音が消えてる。ちょっと待ってね。ダッシュしか聞こえない。これ何？なんかこう耳がキーンってなってる系の演出？もういなくない？いませんね。よしよし。行こうかね。さあ、この奥。こっちか。はい。さあ、どうでしょう。で、多分これ、レジスタンスの居住区。死んでる？みんなやられたんか。で、ここに、よし、ゴールド。これ取って。これ、サイコブレイク2にも出てきました。なんかのフィギュア。さあ、お次。お次は。ここなんでこんなに環境静かな。さあ、次こっち。で、ここに、お手紙。KKK の指導者、ウィリアムの手紙。大切な親友、フランク。KKK がドイツとアメリカ国民との架け橋になる。で、最終的に選択肢は2つしかない。協力するか死ぬかだ。心を込めて。ウィリアム・ステファンソン。で、この放送どこから来てんだ？で、そっちね。とですね。入っていけるところ。もうないか。もう全開状態。アーマーもいっぱいいっぱい。さあ行こうかね。こっち。こう登って、こう登って。このゲームでしか見ない階段。また放送が近いな。あ、待って、そこに人いたわ。とね、こっち、こっちではないんか。あの、上の方。で、こっちか。さあ、ここで降り立って。よいしょ。さあ、ここは。なんかある？何にもない。意外と何もない。で、この上か。あっ！敵いる、敵いるよ。どう？他には？どこにいる？そっち。これどこ行くの？支援しろ。なるほど。よし、弾取って、そこにいる。いける！裏取り！よし！あとは？ここにいる！次！さあ、強キャラ来る！待って待って、後ろ！こいつか！見えんかった！
強キャラ倒して、よし、次はそこにいるこいつか、よし、やったよ、よしよし、待ってね、さあ弾回収して、ショットガン、ショットガン必要です。もうないかな、ここにいっぱいアーマー、これ拾うんか自分で、よしよしとね、そっち側ここなんかありそうじゃないですね、コンセプトアートで、これさっきのクレーンルーム、ああいうのもちゃんと書くんですね、よし、最近将来的にいろんな仕事が AI に置き換わる、人工知能っていう話を聞きますけど、やっぱねデザイナーさんっていう職業は絶対なくならないね、あれ感性だもんね、それっぽいものが作れるけども、多分 AI に革新的な新しいデザインというのは難しいと思う、作らせんの。さあ合流しよう、はい、よしと、さあ早く手を取るんだ、で自己紹介する、牧師なのか、これか、神よ、そこらで拾った布を着てさ、コートンだ、ウィリアム・ジェ・ブラスコビッチ、ブラスコビッチ、テラビリー、驚いたな、死んだんじゃなかったのか、生き返ったのさ、でテラビリー、疑ってるわけじゃないんだが、こんなとこで何をしてる、俺たちを助けてくれた以外でだ、クライソーサークルだ、革命を起こそうとしてる、今からか、さてここが南部全域に広がった独立と自由思想という病に侵された病人たちにとっての最後の聖域だ、つまり俺たちは貧しい外れ者、全員アメリカの腐ったブルジョワ以外の連中ってこった、そこにいる叫びたりのやつは俺の古い親友パリス・ジャック、やつは喧嘩屋にして音楽家、筋金入りの無政府主義者で最高の笛吹き野郎だ、合ってるかパリス、腹吹きって意味じゃないぞ、本物を吹く、通りは安全よホートン、誰も待ってよよし、これで安全と、そして彼女はプロフェッサー、数百メートル先から牛の尻の模様と汚れを見分けられる目の持ち主だ、たとえナチスのクソどもがここに近づいたとしても俺たちで蜂の巣にしてやれるってわけだ、我らに神の栄光と勝利あれ、ハレルーヤ、すごいメンバーだ、俺たちは優秀な人材を必要としてる、それでどうやって革命を起こす気なんだテラビリー、テラビリー、嘘だろ、本物だ、例のクソ女に殺されたんじゃ、天国の門に丁重に唾を吐きかけてきたんだと、クライソーサークルの歩く伝説、私も知ってるわ、クソったれ、お客さんよ、パリスどうも落ち着かないのよ、少しリラックスさせてくれる、ではこんな曲はどうかな、昔よくおふくろがウイスキーもたしなまない男は信用するなって言ってたよ、だから座ってくれテラビリー、あんたも飲め、こいつは一体なんて酒だ、オールドホートンスペシャル強烈だな、それでだがテラビリー、はあ、あんたの野望は尊敬する、だが今さら何もできやしない、俺たちにできるのはウイスキーを飲んで世界が闇に飲み込まれるのを見守るだけだ、そんな臆病者とは思わなかった、俺たちはナチスがここに現れるよりずっと前から戦ってきた、人々に平等をもたらすための公民権運動は俺たちが始めたんだ、公民権の意味はわかるか、いや無理だなテラビリー、あんたは所詮軍人だ、いいか、俺はアメリカの正義と自由のために戦ってきた、あんたと自由かぶれの友人の方がボルシェビキのプロパガンダを叫び、街のあちこちで徴兵に反対する中、正義とアメリカの価値観を守るためにだ、自分の家がコヨーテに襲われても家族を守れないならその平等に何の価値がある、俺たちはアメリカ帝国主義の戦争やともにノーと言ったんだ、やつらはウォールストリートの欲深い背金主義者だって、自分たちの利益のために貧しい労働者階級の子供たちを外国の戦場で死なせたくて仕方なかったんだ、ノルマンディの海岸で血を流したのは連中の息子じゃない、連中は兵士に汚い仕事をさせるだけで懐に金が転がり込んだ、あんたらは大理石の豪邸に住む連中のいいかもだ、
俺はその真実に気づいたが、戦争には加わらなかった。その結果が今のこれか。俺たちと一緒でナチスを撃つ、動くのが遅かっただけだ。あんたらがとっとと動いていたら勝てたかもな。こいつをこぼすなよ、ホートン。穴が開いちまう。こいつを飲みやがれ、テラビリ。このよくおできになるヒーロー様め。よく聞け。つまらん話はもういい。今すぐ決めろ。諦めて死ぬか戦うか。あんたと議論する気はないぞ。俺はもう疲れた。疲れた。ふざけんな。もうすぐ子供が生まれる。ナチスどもが支配する世界で育てんのは真っ平だ。それで満足か。腐った田舎者、堕落した酔っ払い、ボルシェビキの臆病者、裏切り者どもが。オールドホートンスペシャルを一杯以上飲んで正気を保ってられたやつなんて初めてだ。気に入ったぜ、ビリー。その気概をな。いいぜ、革命を始めるとしよう。見ろ、ハリスはここ一月以上こいつをいじってきた。すげえな。どうやって手間付け。カバーを開けて配線をいじってた。ハリスは理解が早くてすぐに仕組みを見抜くんだ。それでどうする。あんたが乗るんだ、カーボーイ。そう、あんたが乗って飛び出し、ナチスを引きつけ、その隙に俺たちが粛清を生き延びた全員を連れて港までたどり着く。分かった。全ては U ボートがちゃんと来るかにかかってる。来るよ。ああ、こっち来てよ。よし、危険には注意してくれよ。ボートすぐに来て。ナチスがガみたいに集まってきてる。です、です。オーケー、テラビリー。やっちまえ。